短いアプローチっていうのが、はい、まあやっぱ苦手に思ってらっしゃる方多いと思うんです<う>、はい、キュッと圧力が強くなってしまうとスイングが速くなってしまうんですね、はい、グリップを一定にすることを心がけてくださいフリで距離感を作っていきますさあ始まりました JLPGA オフィシャルチャンネルティーチングプロの本田かなですはい、ということで、はい、今回も本田プロよろしくお願いしますよろしくお願いします 今回もあの小迫ゴルフクラブの一番ホールの、はい、今グリーン周りに来ております。はい、まあ残りまあ15ヤード20ヤードぐらいですかね。はい、そうですね、はい。それぐらいの距離で、はい、あのまあ短いアプローチっていうのが、はい、まあやっぱ苦手に思っていらっしゃる方多いと思うんですよね。そうですね。はい。まあ本当にこれをこう寄せられるかどうかで変な話 <laughs> パーかボギーかっていう話になるじゃないですか。本当ですよね。もうどん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 プレッシャーも大きくなりますよね。はい でまあ、もしねミスしたりミスしてしまったりすると、うん、精神的にもき <laughs> て次伸び打ちゃうみたいな本当 <laughs> そのミスが<や>一打のミスじゃなくなるっていう、ね、い本当にそのいちょっと今回はその短いアプローチの打ち方っていうところを教えていただけたらなと思っております、はいはい、よろししくお願いします。 じゃあまず、はい、え今のその、えー、ボールの状況、はい、えのご説明からお願いいたします。はい、ボールの状況はピンから15、20ヤードで傾斜も感じないですね。はい。はい。まあ本当に花道の綺麗な。そう本当その通りですね。ことですよね。はい。でまあ本当にこの綺麗なラインって得意な方とあ<ー>なんか苦手な方、はい、いや本当トップとか。はい。 そういうリスクも考えちゃうなかっいらっしゃると思うんですけれども、はい、本当にこの花道のこういう綺麗なラインでの、はい、まあこれから季節的にも暖かく暖かくなっていくので、はい、まあ芝生もちょっと伸びてきたりという状況もあると思うんですけれども、はい、そういうところでのこう基本的な打ち方をちょっと解説いただきますでしょうか。はいはい、アプローチ十ヤードに十ヤードの基本的基本的というか打ち方として、やはり握力を一定にすることこれがポイントになります。 っアドレスバックスイングから少し握力がこう寄せたいとかでキュッと握力が強くなってしまうとスイングが速くなってしまうんですね、はい、そうするとテンポが崩れてしまうのでやはりこうちょっと低いボールが出たりなってしまったりあちょっとバックスイング大きいなと思うとちょっとグリップが緩んでしまうことで少しこう手前を噛んでしまうというミスになるのでグリップを一定にすることを心がけてください。 なるほど、はい、じゃあ緩まず力まず緩ま,ず力まず難しいと思うんですが、はい、アドレスでアドレスを作った時のグリップの握力ですね握力をこう一点にしてこのまま打ちます、はい、でここでもう一つポイントなのが肩と両腕で作る三角形これを崩さないようにスイングしていただきたいんですね。な、はい、なるほどなるほほどど そうすることでフェースもこう急激に返ったりすることがないのでこの三角形を崩さないために体を右に動かして左に動かす、はい、手,手よりも体を動かすことを意識して軸を中心に回りますなるほどあんまりじゃもう手でで操作せずにそうですね手で操作してしまうとちょっとミスが多くなった経験があるので、うん、体で。うん アプローチをするということです。まあついついこう短い距離ってこう手でちょんとこい、ね、行っちゃいそうになっちゃいますよね。クっ,っ,ってやりたくなるんですけど、はい、そここそ体を使ってあのー、リズムを整えながら打っていただきたいと思います。はい。はい、じゃあぜひお願い,いします。<laughs> おお、ナイスです。 このような感じで今伺ってた、はい、まあ例えばこう手元握力を一定とか三角形っていう、はい、ポイントとかがなんかパターのようなう印象を受けるんですけども、はい、パターも全く同じでグリップは少し変わってくるんですがパターも全く同じ打ち方をしていただくとあの距離感も出ますしそして左右対称ですね左右対称にしていただくことでやっぱりインパクトがぶれないので。 パターも捕まったボールっていうんですかね。が打てるようになります。パターで捕まったボール。はい、そうですね。は<ー>少しパターでも芯を外してしまうと本体のラインに乗らなくて、もっと切れてしまったりとかがあるんですけど、ね、パターでも捕まったボールが打てるようになります。なるほど。はい。その例えば距離感っていう話をしたときに、はい、その例えば今ここが全部グリーンだったとして、はい、ここでこうロングパットを打つような。はい 感覚と今まあ同じような打ち方でまあウェッジを持ってウェッジで寄せていくっていう打ち方とその辺のこうイメージって一緒なんですか違うんですか私は一緒です。あ一緒ですか？はい。持ってるクラブが変わるだけでイメージはすべて一緒です。なるほど。あじゃ本当にここでこうロングパットしてくださいっていうようなこういうそうイメージで同じように打ってるっていうはい同じイメージで打つことで。 距離感も出ますはいやってみますか <laughs> うまくいかないんですけど <laughs> ちょっとじゃあ一発だけ行かせていただきますぜひ<非>ロングパッドのようなロングパッドのイメージでで握力だけ一定にしていただけるとこんぐらいですよねそうですねイメージを出していただいて そうです。もう少し短く握っていただくと良いかもしれません。はい、そうですね。音良くなりましたね。おお。なるほど。短く持つことによってどういうそうです。少し長かったので、その分ちょっと触れてしまってあなるほどはい。十ヤードに十ヤードの距離より大きくなってしまっていたので、少し短く持つことでその分距離を 同じ振り幅でも距離を少し<ー>はい飛ばさないように。なんか先からアドバイスを受けた後がめちゃくちゃいい。<laughs> <laughs> それは金沢さんがすごいですよ。あの適応性というかすごい,すい,やい,やいや。いやいやすいません。もしあれですそうこういう感じでパターの感覚、なるほどパターと同じような感覚で両腕の三角形を崩さないように体でしっかり振ることが大切。 もしよかったら、パターも。見せていただけたら、<laughs> ちょっとさっきの、まあ、ポイントも踏まえて、はい、ちょっとパターを。はい。はい。どんなイメージで打たれてるのかっていうのをちょっと教えていただければす、ね。まず、皆さんラインを。決められると思うんですけど、はい、ここはそんなに。切れないので、ね、距離感を大切にしていきたいと思います。距離感は、こう、どのように作っていらっしゃいますか。距離感はそうですね、こう、素振り、あの、目標を見て、素振りをして。 距離感どのぐらいかな。なるほどなるほど。という感じで素振りで距離感を作っていきます。はい。やっぱりそれはもう実実践というか、やっぱり慣れて覚えていくっていうところですかね。はいはい、あとはこう朝の練習などで、はい、こう5歩の距離、3歩の距離をこう自分で把握することで、これは何歩だなって確認をして、はい、その朝覚えた距離をこう応用しながら。 なるほどなるほど。五歩であれだったから、十歩だったら、これぐらいかなーって、こう考えながら。目標を見て、素振りをします。なるほど。あと、ディンプルは見ます。ディンプル。ディンプル、ここでもディンプル見ます。あの、<laughs> 違うレッスン動画で見ましたけども。<laughs> そうですね。パターはやっぱ、常に、ディンプルを見ている。んですか常にディンプルですね。はい。あとは、こう、打つ時に、こう、意識していることとかって、他にございますか?。そうですね。もう、本当に、軸が動いてしまうと、やはり、こう、どっちにも。 行ってしまうので頭をを動かさないことを意識してます、うん、そのためにもやっぱりディンプルにつながってくるんですがもし体が動いなんかどうしても動いてしまうなっていう時はどっちかの左の足にですねこう体重をかけてあげてパターをすることもああパターでもあのそうですねコースでどうしても体がちょっと疲れもあってっていう時には、ね、少し重心を左にかけてあげてパターをすることで 少し改善されるかなと思います。なるほど。はい、はい。じゃあ、ぜひちょっと一発、はい、打っていただきまして。はい。ちょっと弱かったですね。はい。<laughs> ちょっと弱かった。はい、ということで。はい。今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当にね、ドライバーからアイアンアプローチ、はい、パターンまで、はい。 いろんなことを伺ったんですけど、本当にあの朝のまずドリル、ハーフスイングで300。これぜひこの見てる方もね練習実際300打たれてこうコメントいただけたらな。いただけたらと思います。そうですよね。もう疲れ切ってコメントできないかもしれないですけど、確実に上達しますよね。その時は本当に上達されてると思います。はい、やっぱり疲れてからが本番っていう。 であとはやっぱりその実際コースに出てきて例えばアイアンの分厚いショットの動画だったり今パターンの動画でもおっしゃってましたけどやっぱりこう疲れるっていう疲れた時にどうなるかっていう朝のドリルの時も300球打たれるってところで疲れた時に本領発揮じゃないですけどゴルフ進化が問われるみたいなやっぱそういうことをおっしゃっててんかすごいそれは。 ラウンドにおいて非常に大事ですよね。はい、結構疲れを感じるので。もう前半で僕もバテてます。けど<笑><笑> <laughs> ありますよね。なので疲れた時にどうこうコースで対応していくか、対処していくかも。考えながらゴルフをされると。スコアアップバッチリ。そうですよね。はい、あと、なんでちょっとまあ、今日本当にいろんなヒントをいただいたので。もう一回僕自身も見返しますし。はいはい、あのぜひ見てる方もすべての動画。 えー、見ていただけたらなと思っております今回本当にありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いしますスコアアップの鍵は反復練習です